日本三重県津市芸能町河内芸能町河内は三重県津市の大技。本校ではかつて同区一気に存在したあの郡河内村についても記す。江戸時代に1000人を超えていた人口は平成には2桁まで落ち込み、過疎化が進んでいる。平家の落ちうど伝承が残り、平これ森の墓がある。また、住民は平家の子孫とされ、ほとんどが落合生を名乗る。 津市の北西部、旧芸能町の西部にあたる。旧芸能町の面積の半分以上を占める大きな地区である。あの川上流域の山間部にあたり、四方山に囲まれている。北東にあのダムが所在する。あの川では、鮎の放流が行われ、夏季には鮎漁が行われる。あの川に沿って、三重県道42号津芸能大山田線が、北東から南西に通過する。 集落はこの県道に沿って形成され、南の柿内、六漁や、里芝の下の柿内、落ち合、北端、杖立て、梅ヶ畑、宝波の9つからなっていたが、杖立ては、あのダム建設のため、尺上湖に沈んだ。このうち、南の柿内、六漁や、里芝野の上の柿内、下の柿内、落合、北端、杖立てを、中の柿内、梅ヶ畑、 宝波を、下の柿打ちという。北には、釈上が、竹、南東にすりばち山、稲子山、京が峰がそびえる。釈上が竹では近代まで雨乞いが行われた。東で、芸能町、押田、芸能町ウリーン、南で芸能町平、芸能町、小野大芸能町、多門、阿能町、創生、三里町、穴倉、三里町、北長野、三里町、開き、北で、芸能町、楠原及び、 亀山市加田神武、加田向井、関町、越川、関町福徳、西で、東城阿波に接する。河内の落合集落にある城郭寺には、あの郡河内村の始めという文書が所蔵されており、河内が平家の落ちうどの村であると伝えている。上大鳥章には、内宮川里氏三栗屋の記述があり、伊勢神宮高大神宮の送り屋であった可能性があるものの、 ガッサトシミクリアが今の芸能町河内であるとする確証はない。近世には伊勢国阿蘇軍河辺組、後に高野尾組に属し、河内村として津藩の配下にあった。文禄3年に394国余りだった。村高は慶安元年に400国余りに、天保期に429国余りに増加、休行休業取調べ長では430国余りとなった。 この村高は、ほとんどが畑で、だは、非常に、少なく、畑は、切り畑と呼ばれる焼き畑であった。焼き畑での産物は、大豆小豆を、おもとし、蕎麦は冷え、茶、漆も生産した。山中では、新炭やわらびを産し、完成5年から、繁盛改革のため、村の所有する山が、素藩のお囃子となり、杉檜の切り構造が植林されたほか、藩は、 構座の苗木を配布し製資業を奨励した。藩有林は、天保八年に法省として、田中次郎左衛門に与えられた。また、ウリ人ン五花村の共有三林が、河内村にあったため、これらの村との山争いが頻発した。また草を取って、ウリ人ン五花村などに売っていた。1876年、児童53人、教師2人の河内小学校が、村内に開校した。 1884年より、古町役場を、ウリーン村と共同で設置することになり、事務所を、ウリーン村に置いた。町村制により、河内村は単独村制を施行したが、ウリーン村との役場の共同設置は継続し、組合役場と称していた。1911年7月に組合を解消して、村内の梅が畑区に、村役場を置いた。 村役場は1916年に杖立区に移転した。1933年時点の産業別個数は農業が72個で最も多く、以下商業25個、公務自由業11個、工業、交通業と続き、養蚕と林業を主としていた。学生改革により1947年に河内中学校が開校するが、後に林中学校へ登校され、 林中学校も1965年2月7日に、向く本中学校と統合し、芸能調律芸能中学校となった。1976年時点で、河内の小学生は31人、保育所の在籍者は14人と少子化が深刻であった。勢い非後林域教によれば、川に囲まれた地形による、伊勢平氏の落ちる伝承は、三重県に数多く残るが、 中でも芸能庁河内のものは際立った存在である。城郭寺の所蔵する阿能軍河内村の始めには、伊勢国と伊賀国の境界に近い河内へ、平家の落ちうどが逃れてきたと伝えている。阿能軍河内村の始めは、前半部が平家物語からの抜粋、後半部が河内村の各集落の創設期限に関する物語で構成される。阿能郡河内村の始めは、 上格寺の層である上神が万事元年に元の文章を筆写したものと末尾に記されているが、その時すでに上神はなくなっているはずなので、書き手は不明である。上格寺には、完成平神年9月の名が入った、平これ森の墓碑がある。以下が伝承の内容である。この伝承は、完成期以降に発信が強くなっており、渡辺康代は、 河内村の有力者であった落合家が平家の血筋を引く最も優秀正しい家柄であることを示すとともに、落合家が村を開いたこと、記事主として昔から生計を立ててきたこと、落合家を中心として河内村が一体となっていることを知らしめる意図があったと推定している。その目的は、落合家が津藩の無息人となるのにふさわしい家柄であることを示すと同時に、 津藩のおはやし造林のために、虚村一致させることであったと、渡辺康代は考察している。2011年6月5日には、同年の大河ドラマ、平野清盛放映による、兵器ブームの到来を想定し、伊勢兵士会が城郭寺で総会を開き、平これ森の生涯と題した講演も行われた。津市内には、市市長は瀬と三杉長太郎生の落ちる度伝承。 三品の平家発祥の地伝説、川毛町別歩の人魚伝説など平家にまつわる伝説を持つ地が数多く存在する。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1748年以降の人口の推移。なお、2010年以前は津市に合併前の推移。また、1995年以降は、 国勢調査による人口の推移。芸能庁の一大ざとなってから20年程度で人口が半減し、過疎化に悩まされている。1748年以降の世帯数の推移。なお、2010年以前は、津市に合併前の推移。また、1995年以降は、国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。かつては地区内に河内小学校、河内中学校があった。あの川と我がが浦河の合流点にある自然体験施設。土落合の里の設置及び管理に関する条例に基づいて津市が設置する。管理棟、屋外工房、バーベキュー施設を備え、高化石の彫刻教室、魚釣りやつかみ取り、バーベキューなどができる。 ありがとうございます。